日本ハムの先発は上沢。1回の裏ワンアウト二塁で栗山をセカンドゴロ、序盤の中村をピッチャーゴロに抑えました。西武の先発藤原、これは2回です。ワンアウト三塁二塁のピンチを招きました。今日スタメンの8番の市川をファーストフライ、村田を三振に抑えました。力のこもったピッチングでした。日本ハム3回の表、1番の西川のこの当たりが内野安打になります。ちょっとベースカバーが遅れました。この後ツーアウト二塁で4番の中田がタイムリーヒット、日本ハムが先制点を取ります。4回の裏の埼玉西武ライオンズは4番の中村センター前に打ちます。メヒアのこの当たりレフト前に落ちました。そして今日復帰しました6番のランサムレフトオーバーの同点のタイムリーを打ちます。これが二塁打。このチャンスに昨日のヒーローの斉藤、勝ち越しの2点タイムリーを打ちます。埼玉西武4連打で3対1としました。日本ハム5回の表ワンアウト2塁、2番の中島の当たりはライトフライ、セカンドランナーはタッチアップして三塁に進みます。3番谷口を抑えました藤原。5回の裏の埼玉西武は2アウトから5番のメヒアがレフト前のヒット、ランサムここでもレフト前のヒットを打ちます。ここで上沢が降板します。4回3分の23失点でした。代わった2人目の大塚、2アウト2塁1塁を抑えました。斉藤ピッチャーゴロです。6回の表の日本ハムはこの回の先頭バッターの中田の打球、これを栗山がダイビングキャッチのファインプレー。ツーアウトとして8番の大引きをセカンドゴロに抑えました藤原。3対1のままです。6回の裏埼玉西武はフォアボール2つ、チャンスを作りましたが渡辺が併殺打、なかなか追加点が取れません。7回の表の日本ハム、ワンアウトから8番の市川がレフト前のヒット、ラストバッターの村田フォアボール、ここで藤原は6回と3分の1ちょうど球数100球で降板します。2人目竹熊、ツーアウト2塁1塁で代打小山、右方向にタイムリーヒット、これで3対3の同点に追いつきました。藤原の勝ちが消えました。そして3人目は田中登板、ランナーをためて4人目のウィリアムス、ツーアウト満塁、ミランダがライト前に2点タイムリー、とうとう日本ハムが逆転勝ち越しました。5対39回の表、8回から登板した5人目の中野、ワンアウト満塁のピンチ、6
6番大引きとの勝負は、スライダーを打ってライトオーバーのタイムリー3点スリーベース、決定的な得点を加えて8対3。